今回のね、Amazon プライムデーで、Fire タブレット買った人、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。タブレット持ってる方だったらね、もうこの話ってもう本当に当たり前のことなんですけれども、これまでね、パソコンしか使ってない方で、初めてね、今回、Fire タブレット、こういうね、タブレットを使う方に向けてね、テキストの、コピーペースト、あとは切り取り、これをどのようにやるかっていうのをご紹介したいと思います。通常のパソコンですとね、もうマウスとかを使って、クリック一つでね、簡単に切り貼りっていうのはもうできますけれども、タブレットの場合はね、画面をタップしながら使うのが主な使い方なので、ちょっとね、使い勝手なんかが違うと思いますので、どのようにするのかっていうあたりをね、ちょっと紹介していきましょう。で、具体的にはね、今回今動画のね、説明欄を作っている最中なので、これをね、コピーペーストして作っていきたいなと思います。作る部分はですね、ここの動画説明欄、ここなんですけどね、ここに今回の動画の商品のリンクを入れたいなと思いましてね、ここをコピーペーストしていきたいと思います。はい。なので、リンク先のね、まずページをここタップ、今ちょうど開いてますね。ここタップして、このアドレスのとこありますよね。このコピーしたいところを長押しタップします。長押しタップね。そうすると、ここにですね、切り取り、コピー、貼り付けって出てくるんですよ。もうここでやることが。これだけのことなんですね。ここで、文字ここね、選択したので長押ししたことで。これをまずコピーって押します。はい。で、そしてですね、貼り付けたいページの方に移っていただいて、ここの部分ですね、ここね、ポチポチ、開業しちゃってね、これを長押しして、ここに貼り付けと出ますから、貼り付けちゃう。はい、もうこれでリンクができちゃいました。ね、これをアドレスだけなので、せっかくなので商品名なんかも入れていきましょうかね。どれがいいのかな。記号的な感じ。これか。まずちょっと開業 C の何か入れたいよね、頭にね。これでいっか。こっち。ね。で、U モバイルなので、ここをコピーするか。できるかな？できる、できる。で、今ちょっと選択したんで、この赤い部分。これちょっと幅が足りないんでね。この U モバイル LTE 使い放題ってところをコピーしていきたいので、この赤いところをスライドしてって、広げていきます。こちらもビューっとね。で、ここを長押し。すると、ここに今出てきますので、長押ししなくていいのか。これをコピーして、で、先ほどのページに戻って、ね。ここか。ここを長押しりゃいいのか。ここに貼り付けて出ますから、こうタップします。はい、出た。ねえ、これでコピーペーストができます。誤ってね、これ。間違って。もう一回貼っちゃったみたいなね。U モバイル LTE 使い放題。U モバイル LTE 使い放題。こう間違えて出しちゃったって時は、ここも長押しして、はい。幅。ビューっとスライドして、この間違えて足した部分を選択してね、ここにある切り取りってところを選びます。タップ。はい、切り取りできました。こんな感じでね、使うことができます。こんな感じで、ちょっとね、パソコンよりは手間はかかるというもののね、タブレット1個でこういう作業もすることは不可能ではないんですね。パソコンがなくてもね、タブレットでもここまではできますよということで、ちょっと簡単ではありますが、説明してみました。ね、この動画が何かの参考になれば幸いでございます。というわけで、さとちゅんチャンネルでした。次の動画でまたお会いしましょう。